今回はお風呂の床の黒ずみ汚れがすごくよく落ちてとっても楽にできるお風呂掃除のやり方をご紹介します。キッチンハイターを使ってハイター付けで黒ずみ汚れを落とすという方法になります。ハイター付けをしますので床に水を張らないといけません。排水口に栓をするところから始めていきます。では蓋と筒も取っちゃいます。レジ袋を使います。このレジ袋に水を入れます。ポイントは大きめのレジ袋を使った方がうまくいきます。水を入れましたら口を結んで縛ります。であとは排水口の上に置くだけですね。そうしましたら水を張っていきます。はい、手前から奥まで床一面が隠れるまで水を張りました。ちょうど床がギリギリ隠れるぐらいの水の量はだいたい10リットルです。その10リットルに対して 150g です。では入れていきます。入れたらすかさず混ぜます。はい、ざっとかき混ぜましたら食器用洗剤を少し加えます。だいたい 10g ぐらいでしょうか。そしてまたかき混ぜます。あとは放置するだけなんですけれども、より効果を上げるためにはこのタイミングでブラシ洗いをするのがおすすめです。はい、こんな感じでカウンターの下とか気になる汚れがあるところは念入りにブラシ洗いをしていきます。ついでにエプロンとかにですね、洗浄液をつけて洗ってあげるといいですね。ぬるぬる石鹸カスもこのやり方で落ちてくれますんで、壁の低いところも同じように汚れが気になる場合は洗ってあげた方がいいですよね。で、一通りこういう風にですね洗ったら、あとは放置するだけですね。30分放置します。はい、あれから30分ほど経過しました。まだちょっと汚れが残っているということであれば、放置後のタイミングでブラシ洗いをしてあげるとスル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 落ちていくんですよね。だいぶ黒ずみ汚れが緩んでいますので、壁も同じように汚れがついている場合は洗っていきます。エプロンも同じですね。汚れがついていたらこうやって洗ってみると、で、一通り汚れが落ちたら排水していきます。あとはシャワーで進むだけですね。はい、すすいでいきます。最後に排水口のパーツと蓋を戻して、これで終わりです。どうもありがとうございました。